はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとちゃんです。さあ、今回は、サイヤー前に言ってたやつですね、さらにすごいの作ってきました。攻撃力 41.3×9 と、射程40超えてます。で、初段精度が 77.2 で、2F でございます。まだあと1回ボンクラ入れられる。それぐらいの、素晴らしいものを仕上げてきております。めちゃくちゃ強いと思います、これ。まあ、多分マジぶっ壊れてると思う。で、射撃訓練場、まあ、戦闘訓練場で見たんですけど、この距離、まあ、もっといけんな。まあ、こんな感じで、大体落とせます。これはちょっと厳しいかな。あ、いけるわ、まあ、こんな感じでね、すげえどんな距離でもほぼほぼ半分以上削るみたいな、そんな感じの武器ができましたんで、ぜひとも皆さんにこれを実践でお見せできたらなと思います。やっていきましょう。はい、やっていきましょう。いいマップ来るやん。ショットガンで無双してくださいって言ったらマップやん。無双できるかどうかは置いといて。あ、全然カス当たり。ちなみにジャンプ打ち前回同様できます。これね、全然ジャンプ打ちして大丈夫です。あっ、やっぱり反動はきつい。相変わらずね、相変わらず反動はきついから、そこはね、もうご愛嬌です。それはサイガちゃんのね、やっぱいいところであり悪いところなんでね、まあ、ご愛嬌ですよ。まあ、こういうのはできるからね。これで相当持ってったと思うもん。あー、水だよ。弾がね、少ないのだけマジで欠点。マジで弾だけあればね、神的だったと思うんで。おー、今の落とせない。あ、全然入ってなかったね。7発は欲しかったな。まあまあ、実際6発もあればね、いいんだけど、5発じゃないだけね。スパスのようなスパス1号とかね、5発だからね。ちなみに右クリは全く使えません。使う意味が全くないんで、使わなくていいです。本当に初段精度に全振りしてるんで、もう右ク、あ、ごめんね。右クリ取っ払いたいぐらい。それくらい、もう右クリアしてた。え、泣いてるけど。あー、外した。あんなカス当たりみたいなんでも持ってくからね、100。ぶっ壊れすぎてるよね、これ。あー、外しまくったー。この反動抑制だけがどうしても上がらないんですね、サイガってね。まあ、これだけが欠点。うわ、マジで過信しすぎました。過信アルティメットでした、今のは。すいません。やば、今の100やで。みんな今の100やで。え、どこでやられたと思っちゃった今。いや、過信アルティメットになっちゃうな、それでも。やばいよね、あの距離を落とすんだよ。どないなっとんねんって。あ、外した。バカ、何して、マジ何して今。いや、ほんとアホ。過信アルティメットでしたね。頑張ります。爆破は頑張ります。やっていきましょう。もうガンガンセンター行きましょう。しょっぱなセンター。やば。前方に手榴弾。やば。頭に入っとる。やばすぎなんだが。あ、6かけよ。あ、6かけよ。絶対6かけよ。あ、どこ行った。あ、ナイス。リロード。さ、普通にダメージはいいね。レミ、なんていうの、あれみたい。あの武器出てこねえや。なんだっけ、あれ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 、オーバーウェルム、オーバーウェルムみたいなダメージしてるね。普通に来た瞬間グレネード入れよう。いや、今入れよう。いいタイミングのグレネードじゃない今の。うまっ。いや、どっちもやってあげたいけど。
あれー当たらんか。まだいるね。これを待っていた。あとはね、似顔でしょ、どうせ。言わずもが、言わずもがな。どうせ2、1来ねえから。あ、ごめんね。邪魔しちゃうよ。ごめんね。どうせ来ねえから。ここらへん？だと思うんだよね。ナイス。目標地点の偵察を。あれ。じゃあ一緒にいた方がいい。え、嘘？そっち？じゃあ信じるわ。え、本当だ。いる。反応勝負。え、全然来ねえじゃん。作戦時間に。全然来ねえじゃん。本部に帰還せよ。ご苦労だった。全然来ねえじゃん。ここの音もしかして反応勝負とか自信満々に言ってたけど全然違かったわ。俺の聞き間違いね。おい、ありがとうございます。助かりました。ごめんね、俺回復持ってねえんだよね。小銭持ってねえんだよねみたいな。いや、これやりたいんだけど、俺だってたまには理不尽なやつ。目標地点の偵察を要求する。危ない。制圧。目標地点の偵察を要求する。あ、よかったよかった。振り向いて一発だったんだよ。ちょっと耐えて一発でも当てれればねみたいな。やばいなこの武器。味方のね、勢いがすごいんだよね。ちょっと待って、一回だけやらせて。これグレネード自分で失敗してんのが悪いんだけどね。手榴弾投擲。全然来ないね。やばいね。目標地点の偵察を要請する。あ、ナイスー。あ、ナイスー。え、あ、素晴らしい。俺に気を取られて、俺に気を取られてるとこの味方のスナイパーにやられちゃうよ。あ、なんかいた気がする。目標地点の偵察を要請。あ、ごめんねごめんねごめんね。あ、ごめんね。あぶね。ちゃんと後ろ警戒してよかった。俺もスナイパーっぽくやろうかな。まあいないだろうけど、さすがにここ一応ね、何があっか分かんないから、そういう世の中、保険をかけておくことに越したことはない。ナイス。俺に気を取られてると、ありがとう。味方がやってくれよと。この、なんか、当たんなかっただけの言い訳なんだけどね。身長足んなかったわ、マジで。さあ、ちゃっちゃと内側潰して終わりにしよう。了解。あ、やべえ、来た。来た、今の。なんか見えたと思ったの今。
それをね、しっかりね、脳みそで、ね、理解できればね。いけませんね、ほんとに。あ、ブラックキャットだ。1F なんで、多分 1F でいい性能になったのかな。はい、素晴らしい。やっぱスーパーマーシャーいいっすね。見てても安定感あって、すごく安心できる。あー、終わった。マジダメやってね。こんな感じっすね。3、6発か。はい、というわけで、まあ、サクッと終わってしまったんですけど、まあ、普通に強いっす。まあ、前ほどのあれは感じられないですけど、でも、それにすんごい近いのはできたなと思います。で、まだこれがね、2F なんで、あと1回、まあ、ボンクラ入れるなの、あと連射力が気になるんだったら、オリジン入れる。まあ、オリジン入れちまうとな、ちょっと少し性能が下がっちゃうんで、まあ、やるんだったら、ボンクラ入れて、しっかり攻撃力40乗せて、射程も 31.7 にして、遮断精度も 69.1 にするみたいな、そんなのがいいのかなと思います。ハンド抑制が高ければね、持ち使いやすいんだけどね、どうしてもね、2発目以降はやっぱきつい。どうしてもしんどい。それはね、どう頑張っても無理なのかなというふうに思います。ちなみに、これを入れると、どうなんだろうね、これ13発になんだ。へー、どうなんだろう、ちょっとやってなかったんで分かんないですけど。あ、まあ、こんな感じで。大したことはないね。多分近距離ならいいのかもしれないけど、まあそんな使う必要性はないかなというふうに感じます。なのでこれでね、しっかり射程距離と遮断精度上げてやってあげるっていうのがベストかなというふうに思います。これやばいね。まあ何度か今みたいなね、やれるシーン見てたんでよかったかなとは思いますけれども、もうちょっと俺の使い方がね、良くなればと思います。まあというわけでね、これまた完成させたらやれますんで、ちょっとねユーロがねないので、素材が素材を買うことができないんですけど、まあ、素材を貯めて、お金を貯めてね、素材買うことができたらまだやりたいと思いますので、楽しみにしててください。はい、というわけで今回ここになります。お疲れ様です。